元ジャニーズの平野市用、驚きの高級腕時計を着用、ハリー・ウィンストンのダイヤモンド時計とその価値。2023年10月2日、ジャニーズ事務所が記者会見を開催しましたが、驚きの事務所名変更が発表されました。以前の予想に反して、新しい事務所名はスマイルアップとなりました。 この変更により、過去にジャニーズ事務所に在籍していたアーティストたちにも注目が集まっています。その中でも、2023年7月にトベに所属を移籍した元キング・アンドプスの平野市二26歳、が特に注目されています。平野市要は、移籍後も精力的に活動を続け、SNS 上でのプレゼンスを高めています。その中でも、 彼の初のインスタライブは特に話題となりました。このライブでは驚くべき数のファンが同時視聴し、元ジャニーズの先輩である三宅健も突然訪問してファンを驚かせました。しかし一番注目を浴びたのは平野紫用がその日に着用していた高級腕時計でした。平野紫用のインスタライブ。 平野紫耀の初のインスタライブは2023年8月14日に急遽告知され、その日に開催されました。このインスタライブでは約30万人ものファンが同時視聴し、彼の人気を証明しました。ライブ中には三宅健が突撃訪問し、視聴者を驚かせました。しかし、 このライブで最も注目されたのは、平野仕様が着用していた高級腕時計でした。平野仕様の腕時計、ハリー・ウィンストンの HW オーシャンバイレトログラードオートマティック 42mm。平野仕様が着用していた腕時計は、ハリー・ウィンストンの HW オーシャンバイレトログラードオートマティック 42mm です。 この腕時計は、その見た目の華やかさと驚異的な価格で注目されました。ケース部分には196個ものダイヤモンドが使用され、さらにストラップ部分にも44個のダイヤモンドが配置されています。価格と評判。この腕時計の価格についても驚きがあります。定価は1000万円を超えると言われ、そのために超高級品と評されています。 ハリー・ウィンストンはキング・オブ・ダイヤモンドと称され、そのジュエリーで培った伝統と技術をこの腕時計に注ぎ込んだと言えるでしょう。平野紫耀がこの腕時計を着用したことで、そのファッションセンスと贅沢な趣味に注目が集まっています。 元ジャニーズの平野仕様が初のインスタライブで着用した高級腕時計はハリー・ウィンストンの HW オーシャンバイレトログラードオートマティック 42mm でした。この腕時計は196個のダイヤモンドをケース部分に44個のダイヤモンドをストラップ部分に使用し、その価格は1000万円を超えると言われています。 平野の仕様の贅沢な趣味やファッションセンスに注目が集まり、彼の新たなキャリアに対する期待も高まっています。今後も彼の活動とファッションに注目し、その魅力を追求していきたいと思います。クオ